2023年、本日4月の18日、最近の、石油の残存量を知ってびっくりしました。このデータが、まあ、世界国税税で確認したわけじゃないので、本当に正しいかどうかわかんないんですけども、多分正しいデータだと思います。2019年に石油の残存量が69年分だったのが、現在55年分ぐらいになってます。早すぎる、なくなるペースが。一回コロナウイルスの時に世界中であれだけ自動車とか旅行客を止めて、スポーツも止めて、だけども、消費する量が早すぎる。もう世界中スポーツストップ。で、あと旅行客も禁止。遊びの旅行はなし。仕事の人だけにして、もうこれ世界中で緊急に動いて、世界中の国連で、もう世界中の首脳がもう自分の国にしっかりと指令出して、無理。で、節約を訴えかけて、世界中の報道機関が放送して、じゃないともうこれ多分もう、本当に危ない。もう日本も明日にも石油の輸入は止まってもおかしくない。日本も原発、フル稼働。で、あと、できることは南海トラフのメタンハイドレートもすぐに掘削開始。できることすぐしよう。無理。そうじゃなかったらもう止まる。もう目に見えてる。もう分かりきった。もう早く動いて全員。もうスポーツなんかにこだわってる時代じゃない。もう本当にいっぱいいっぱい。もう無理や。これは本当の答えや。太陽光パネルも一般人の人で、太陽光パネルの生産に動けるところ、早く工場作って、作れるところの会社、すぐに動いて、で、余計な建築物作ってる会社、すぐにやめさせて、建築物なんか作ってる余裕ないの。石油とかそんなことで消費してる余裕ないの。今日、神戸地方裁判所にいろんな書類を出す前に、法務局が行って、会社の登記簿とか買いました。そしたらその隣の公園のところで、ガソリン使って、どうでもええ芝生買ってんの。あんな人たちいらない。本当に世の中にちゃんとしたことを伝えて報道機関が。もう無理、本当に。終わるぞ、みんな、本当に。しっかりして。